理想の住まい、理想の間取り。これやったらね、一発でわかると思うんですよね。宅建士、相原裕介でございます。この動画は不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回は理想の間取りを探すなら思い出散歩をやってみなということについて解説します。私は不動産屋という立場で、この動画を展開しています。なので建築士とかだったりという形の間取りに関してのプロフェッショナルというところではないかもしれませんが、ご提案する立場とするとですね、ぜひこのことを皆さんにお伝えしたいなと思っております。まずタイトル、サムネイルなどに書いてあります、思い出散歩、これ一体なんじゃらほいって世界になりますね。 TBS のアナウンサーに安住紳一郎さんって方がいらっしゃいます。この方が生み出した言葉がこの思い出散歩という言葉です。日曜日の午前中にと、まあ関東圏と言った方がいいかも。今ラジコプレミアもあって、あのエリア外もしていると思うんですが、日曜天国というですねラジオ番組があります。この番組の中で生み出した言葉はこの思い出散歩という言葉です。昔の小学校時代、幼少期、まあ中学校でもそうなんです。新しい新入社員時代で昔のことをですね、家にいてですね、あんな友達いたな、あの友達あだ名こんな名前だったな、僕昔ブッチって言われてます。ブッチは短くしてブッチって言われてましたけど、ああブッチもいたな、ブッチって呼んでた代わりにイッチってやつもいたなとかね、昔の思い出ってこうずっと巡らす時ありますね。ああそこの小学校の前の文房具屋さんであのフィリップスガム10円買ったなって、下の方に当たりが1回溜まってたなとかって、昔のことを思い出す瞬間ってありますね。ほぼ妄想の世界ですね。こういうこと自体を、やること自体を思い出散歩と言います。自分の昔を思い巡らせるということですね。これがずっとこう考えてるの、1時間も時間もずっとそれ考えちゃうとですね、これをいわゆる安住紳一郎さんに言うところの思い出迷路という形になるというわけですね。じゃあこの間取り作り一体何がリンクするのかという話になるわけです。やってほしいのはですね、おぎゃーと生まれた生家、生まれた家からずっとこんこんと今住んでるご自宅までの家っていうのは、まあ当然ずっと実家住まいという形で1階という形、一つの家しかないよという方ももちろんいらっしゃる。まあその後独身寮とか学生寮入ったりとか、まあ当然一人でシングルで住まわれたというケースもあると。そのずっと住んできた家のですね、間取りを紙に書いてほしいんですよ、間取りを。そして、あ、ここはこういうキッチンだったな、お風呂こういう向きだったな、おトイレは和式だったな、洋式だったなっていうことを、ぜひそれをですね、ご夫婦で間取りを考えてるんだ、ご夫婦でその話をちょっとしてほしいんですよ。自分の住んでた家を紹介するという形でお話をしてもらいたいと思っています。なぜこの話をするかというと、私の事例が絡んでいます。私が今までいろいろご案内したお客さんの中にですね、こういうお客さんがいました。よく設備、キッチン周りで揉める問題でですね、 IH クッキングヒーターという電磁調理器がいいか、プロパンガス、いわゆる火がつく都市ガスの場合もありますけどね、この火が見えてるコンロがいいか問題っていうのは絶対起こります。高齢者、シニアの方にキッチンを使っていただくとなるとですね、私どもた、まあ、お勧めする立場からすると、火が見えない、安全なということの意味合いで、IH を勧めがちになります。だけどですね、私が勧めたその60代過ぎの方はですね、かたくなにそれを断りました。まあ、いわゆるリフォーム済んだ家なんで、設備をグレードアップするために IH がついてるんですよ。すでにセットされています。だけどこれ外してほしい。私が火が見える形のコンロじゃないと料理した気がしないと始まるわけですね。設備的にはグレードが下がっているようにも見えます。だけどやっぱりそういう部分はこだわりがあるわけです。もう一つ、そこでガスレンジを作った役にですね、もう一個別にガス栓を作ってほしいって始まったわけです。なんでこのガス栓が必要かというと、ガスで炊く炊飯器というのがあるんですね、パロマ。まあパロマだったり他のメーカーさんだったりあれもします。いわゆるガス系のやつをピュッとゴム管刺してですね、その先にもうでっかい炊飯器があるやつですね。僕なんか学生寮とかですね、そういう合宿の時に使うような炊飯器のイメージがあるんですけど、その人に言わせると、そのご飯を食べたら炊飯器、電気のジャーのご飯なんか食べれないって始まるんですね。
はあ、僕その後お呼ばれして食べましたけど、ご飯、まあ、僕バカ舌で有名なんでね、何の味の違いがするんだろうなと思いながらだったんですけど、結局それはある意味スケールダウン、レベルダウンになるんですけど、そっちの方がいいっていう人がいるんですよね。極めつけはですね、賃貸のお客様でバランス釜じゃないとお風呂に入れないって方がいます。もう若い方、まあ、この読者、この見ているあの視聴者の方々の方はですね、皆さんあの40代中心なんでバランスがまた、ああ、あれねってなるんですけど、若い方のためにあえて説明をすると、当然お風呂っていうのは今、給湯器という機械が表についてて、まあ今室内なんかの場合も一部あるんですけどね、そこでお水をお湯、ガスを使って温めたものを室内に入れ込んで、まあ浴槽に入れるっていう形です。でもですね、昔はそんなハイテクじゃなかったですね。今は、あ、昔は、今じゃないですね、昔はそんなハイテクじゃなかったんです。風呂釜の横にですね、右側にちょっとスペースが空いてるような中古住宅ってあるんですね。見る人が見れば、ああこれ完全に昔バランス釜があったとこだってこう分かるんですけど、そこに釜がもうあるんですね。火焚いてる釜がね、ガチャン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 なんて回してですね、火つける釜があったんです。そこで水を通して、その下でボッ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 、ほんと炊いてる火をですね、こうやって炊いてる火を、それを浴槽内に入れるというやり方ありました。私が小学校時代に住んでいた、もう恥ずかしげもなく正直言えば、文化住宅というのはまだバランスが回ってたら、あら、設備がいいねって言った方です。僕の家の文化住宅はマッチでまず火つけます。バーナーに。バーナーですよ。釜があって下にバーナーがシュッて入ってんです。それチュッと出してですね、おかんがあの百徳マップ、マップじゃない、百徳マッチっていうですね、こんな四角いですね、周りが全部するとこみたいなマッチでですね、パーなんて吸ってですね、そのバーナーに火つけるんですね、キュッと、焼き鳥屋みたいなもんですよ。これ毎日風呂入るのに本当やってたんですよ。パッて、ブワッて、ね、僕らも子供の頃やらされましたけどね、先にこのバーナーを全開にしてつけちゃうと火がブワッてくるから前が燃えたりするんですよね。そんなの分かんないでしょ、若い人。これ分かる人50代以上だと分かんないと思うんですよね。そんなんして風呂入ったんですよ。大変な作業なんですよ。だけど話を戻します。バランス釜じゃないと風呂に入れないっていう人がいるんですよ。給湯器、あの追い炊きとか自動とかボタンでお湯を入る、操作が分からない、なんかお湯が入って沸いてる感じがしないっていう世代がいるんです。今の方々からすると考えられないかもしれませんけど、そういうことがいるんですね。何を言いたいかっていうと、理想の間取りとか理想の設備というのは、住む人自体の歴史ということが非常に絡んでると僕は思ってるんですね。よく他の動画で理想の間取りとか住まい作りという動画を見るとですね、これはやめるべきとかね、こうすべきだとかって決めつけで言ったりしますよね。まあ、さっきの僕で言うと、お年寄りだから IH がいいでしょという決めつけもある意味そういう部分かもしれませんけど、その一見があってですね、決めつけられないんじゃないかって実はちょっと思ったりもするんですよね。おトイレなんかも実はそうです。サイズ感をすごい気にされる方、シャワートイレじゃないとダメだという方、トイレットペーパー置き場がないとこれはおトイレじゃない、どこにトイレットペーパーを置くんだと言って怒る方、これ事実いるんですよ。そういう方が、僕はあの内見動画を毎日上げてますけど、結構おトイレの話しますよね。中で反転できますか、トイレットペーパーが16ロール全部置けますよって話しますよね。これね、僕自身の考えももちろんあるんですけど、実際内見で見たお客さんの声が高いからこれ言ってるんですね。一重に一つずつそういう部分があるんです。玄関が広くないと出入りできないから縦売りは買わないっていう人だったりとかね、これもいるんですよ。玄関ガラガラガラって引くタイプじゃないと、私はこれじゃないと玄関だと思ってないって、なんでそんなこと言うか、そりゃそうですよね。生まれておぎゃと生まれてから今金輪際まで玄関、そういう玄関のところしか住んでないからですよ。こういうガチャってとこ住んでないからです。そういう人はですね、室内の部屋の戸自体もね、こういうドアじゃなくてこういう引き戸に全部従ったりっていう傾向があるんですね。僕はあのよくハウスメーカーさん自体が間取りを詰めるという話をするときにですね、なんであの相手の担当者自体が今まで住んでた家とか、最低限今住んでる家ってどんな間取りなんですか、書いてみてくださいとかって、そういう打ち合わせしないのかなって思うんですよね。
だって今住んでる家よりもグレードアップするために家買うわけだし、まあ家を借りるわけじゃないですか。そうしたらどこが問題なんですかっていうのが今の家見ればわかると思うんですけどね。要はですね、僕が理想の間取りを作るためにはですね、今まで歩んできた足跡ね、これは今まで住んできた家ですね、足跡が分かって分かれば今の足元が分かるわけですね。足跡と足元が分かればこれからどこに足を向ければいいのかということもはっきり分かるわけですね。そういう意味でも今まで住んできた家の思い出散歩をぜひこの動画見た週末ぜひご主人と奥様とご家族としてみてはいかがでしょうか。というわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。ぜひいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いします。内見内覧動画は毎日午後5時に上げて600日を超えました。解説動画もね定期的に上げたいなと思ってます。何かこういうことを話してほしい、こういう質問がありますって方です、コメント欄上げてもらえばと思います。できる限りね皆様のお声に応えていきたいなと思っております。宅建士相原祐介でした。